いやー、激動の3月が終わったということで、ついに4月になりました。マジで、なんか4月になると気分変わるな。やっぱ、新しい学年も始まる人多いしな。俺もまだ4月に気分変わんの。抜けてへんわ。やっぱ4月から全部変わるってイメージですね。就職のやつもいたり、高校のやつもいたり、なんなら小学生ももう見てそうやから中学になるやつもいたり、いろいろ環境が変わる月やね。月曜日から新社会人が社会の闇に飲まれると思うとニヤニヤが止まりません。そして辞めます。社会人になる人、逃げていいです。逃げてください。逃げても人生なんとかなります。20代のうちは逃げた方がいいです。むしろ我慢して働く必要はありません。我慢の先に何もなってない、何もないです。3年働けば、と言ってくる、老害、そして我慢した勢がいますが、3年経っても、特に何も変わりません。3年経って、特に何も変わらず、会社を辞めた知り合いいっぱいいます。石の上にも3年。石の上だから3年でいいだけで、会社に3年いたところで、何もなりません。逃げてください。って感じです。まあ社会人はね、大変です。いや、まあ何も変わらん。なんか言うて、学校とあんま変わらん気はする。6年も変わりません。変わりません。やめて後悔しないよ。あんまりなんかやめて後悔してる人見たことないねんけど。だいたい会社がしんどくてやめるから、やめて後悔してるやつ見たことないな。まあ、この会社辞めたくないなーって思う会社は、ホワイトでめっちゃいいしな。今日大卒ニートがまた一人完成してしまった。いやーまあでも、ニートってそんなに悪いことなのかな。その人のいる環境による気がするわ。ニートがいいか悪いかって。いや俺ニートでもいいと思うけどな。生きていけるんやったら。俺マジで思うねんな。ニートでも別に生きていけるんやったらいいと思うね。何のために働いてるってさ、生活するために金が必要やから働くやん。それ以外で働いてるやつなんかさ、ほぼいないやん。俺生きていけるんやったら別に働く必要はないと思う。自分の子供ニートで OK。いや、まあ別に働かなくて生きていけるなら OK。別に。大抵の人はそうじゃないから働くんやろ。俺の友達、ニート、働いてないやついるからね。普通に。一回も働いたことないやついるで。大学は行ってない。そいつは。ニートだらけっていうか、結構みんなが思ってる以上にニートは多いぞ。みんなが思ってる以上にニートは多い。俺、この仕事やってて思うけど。ニートちゃんといっぱいいる。フリーターじゃなくてですが、いや、フリーターもニートと一緒やろ。あんま変わらんやろ。ほぼニートやろ。まあなんか、掛け持ちで3個とか2個3個とか掛け持ちしてたら別やけど、そうじゃなかったら変わらんやろ。大学行ってない大学生やろ。変わらんや。いや、挨拶の件はな、これ言わしてもらうけど、あれ、俺、こんだけやってて、挨拶した、しないなんて言われたことないから、ガチで気づかんかっただけやと思うで。なんか、ツイッターでな、ガチでキレてくるな、気持ち悪いやついんねんけどな。マジで気づかんかっただけやぞ、絶対。てかな、挨拶されてな、なんか、何のリアクションもないの、なんか基本的に気づかれなかったもんやで。マジでガチギレしてるやついんねんて。ガチでそれか、関さんの声がふにゃりすぎて聞こえなかった。その後のチャウンスはなんで？え、ネタ。ネタにした方がおもろいから。いや、俺がな、チャウンスよって出んのはな、いや、確定で自分が悪いって分かってる時はそうやけどな。なんか向こうの勝手な決めつけでな、全部な、それが100%かのようにな、喋るのをずっ、最後まで言われるのが俺嫌いやねん。だからちょっと待ってって言うねん。こっちにも言い分はあんねんっつって。あれは俺の性格の問題やな。人の話を最後まで聞き続けるのが嫌なんよな。なんかもう、こっちにも言い分があんのに、向こうの言い分を最後まで聞き続けるのが俺の性格的に無理で、遮って被せる。
挨拶苦手なんて言ったお前が悪い。は？ネタをネタと理解できない IQ 低いバカの方が悪いやろ、お前。飲み屋でうんこちゃんと布団ちゃんに挟まれて緊張した。いや、もうなんかあの二人はもう何も緊張しない。もう、緊張するやついない。ボドカの酒強要されたら都合よく切り抜かれてた。でも強要はされましたけどね。強要はされたけど、断るも断らないも自分の意思なんで、俺は自分で受け入れて飲んだだけですけど、何か。てかそもそも俺酒好きやし、普段から酒飲んでんのに酒強要もクソもないやろ。酒普段から飲めないやつに言ってたらあれやけど、酒好きやのに飲まして何が悪いね。いかんし俺そもそも。いやマジで今日は飲みたくないなってなったら、もう誘われたらまずいかん。もうその場所に行ったら飲まなあかんの分かってるから言ってんねん。なんかご飯の場所でとかじゃないから、なんか飲む場所変えて、そこの場所でもう飲むの確定の場所に自ら行ってるからね。まあ俺ほんまに本格的に無理になったらおしぼりに履いてるしな。みんながもう酔っ払ってきた時、俺自分でこれ以上飲んだらやばいなってのさすがに分かるからさ、トイレで吐くんじゃなくておしぼりに染み込ませんねん。え、おしぼりに吐く知らんのいるマジ？こうやって飲むやん。で、ごちそうさまでーすっつって、で、チェイサー飲むふりして、その後口ふくふりするふりして、おしぼりに、口に含んで出す。ゲロを、は？テキーラをやって。テキーラの話してんねん。テキーラをやって。これが敵やつやろ？飲むやろ？飲み込まんねん。ね、こうやって、含んでるやつをそのまま出すみたいな。ゲロ染み込ませろ、もうテロやろ。ゲロは、テロやろ。普通に。そこでゲロ染み込ませんのは。吉生のカルーアミルクピッチャーエピソード。そう。俺、吉生のマジでやばいエピソードがあってさ、あいつ、なんか甘いのないボドか。が言われてさ、甘いのか、いや甘いカクテルとかあんまわからんなーつって、カルーアミルクとかでいいんじゃないみたいな話してさ、あいいねカルーアミルク、俺カルーアミルク好きだよつって、あのすいませんカルーアミルクをくださいつって、あの多めがいいんですけどカルーアミルク多めでもらえますか、ピッチャーでいいですかって言われて、あじゃあピッチャーでとか言って、ほんでなんかクソでかいこんなん届いて、えなんかめっちゃ量多くない、お前だってピッチャーで頼んだやん。え？これってピッチャーって言うの？ピッチャーってこんな来るの？とか言って。あいつピッチャータプタプになりながら飲んでたよ。カルーアミルクのピッチャーとか俺人生で初めて見た。カルーアミルクピッチャーマジでおもろい。店員もちょっと聞き返してたもん。カルーアミルクピッチャーで。はい、お願いします。でもこんなバカでかいのにカルーアミルク入ってて。終わってる。初めて見た。